ははい皆さんこんこにちは年のわりにっていうのが私の妥当な年齢のあの範囲内であるかどうかっていうのはわからないんですけれどもえっと私荒さになってしまったんです25の年になってしまったんですけれどもまあそりゃなそりゃすっぴんだったら汚くもなるいうてあのその割に。 その割に25の割にはそこまでそこまで汚くはねえだろうまあどうでもいい、はい、で今日はねあのー、声も今日今日このえっと昨日ね編成期を迎えましたとあのー、ストレスでっていう動画の夜に撮ってるんですけどもあれ、の、は、ー、さっきのちょっとアングル変えてみたもう気持ちを変えたくてね <laughs> ほんでねあのー、今日はね質問を勝手にまた答えていきたいと思います はーいイエーイえー、っとですねあのねとりあえず口が痛い口が痛いからなんかイエーイっていうのが言えないのでごめんなさい早速質問答えていきたいと思いまーす。おれあちゃん痩せましたね痩せてから何か変わったことはありますか変わったことですかえーっとですねあのー、早く言うなればビレバンの中が通りやすくなったっていうまあすっごいわかる人にはわかると思うんだけどビレバンすっげー狭いじゃん中 絶対リュックとかショローモンならもう後ろに当たるわけさてかもうフッってやってもさフッってなりきらないというかフッってやってもこのフーが普通の人がこ,これでフッってなってこれだったとしたら私こんぐらいあるからフッってなっても普通の人にはフッってなってないわけだからすごい辛くてビレバン大好きなのにビレバンに行けなかったっていうデブ事情組んでいると言われるけれどもデブじゃん あと1 0キロでベスト体重なんですけれどもあのねあのね何て言うんだあのー、すごくすごくあのー、すっごく言いにくいんですけれども今でもデブなんだけれども本当のデブではないというか何て言うのあのー、すっげー微妙な位置になっちゃったんですよタレントとしてあのー、痩せてんだが太ってんだが分かんない位置に今来てしまったのであの何、ー、て言うの 見りデブじゃんっていうのがわかるんですけど、まあ、デブなんですよ。デブなので言わなければわかるんですけどっていう、見てる人からするとわかるんですけど、まだ太ってるんですね。もちろん。なんですけど、私のピーク時、あの、下の概要欄とかに、あの、載っけておくので、ピーク時見てください。すーごいやばいから、あの、すごい <laughs>、とりあえず見てください。で、私自身もびっくりしてるんですよ。ここまでか、と。で、あのね、 本当に見ればわかります。とりあえず概要欄へどうぞ。この人痩せた痩せた言われるけれども、デブだよね。あ、デブなんですだからデブなんです本当にデブなんです今ね、ちょっとあのコメント欄、コメントをこうやってスワイプしてあげてってるので、デブかデブじゃないかっていう話題に触れてるんですけど、デブなんですデブなんですけど、あのー、そうなんです。デブなんですけれども、多分初めて私はお会いする方初めましてです。森谷です。あのー、初めて、 会う方このね、ここここの画面越しに合う方はですね、あの、デブじゃねえかと、ただのこのぽっちゃり、ぽっちゃりなんだかデブなんだかがこう、喋ってるだけじゃないかという方、いると思うんです。いや、もちろんいるんです。いるんですけれども、あの、ま、数年前から見ていただいていた方はですね、まあ、4年 YouTube やっていますのでですね、一番ピーク時を見ているんですよ。見てくれているんですよ。なのですっごい私がどんだけデブだったかっていうのはね、 わかる方がね「今痩せましたね」って言ってくれている心優しい方々が皆さんこのぐらいいてくださってで私の、まあ、補足というかつい、まあ、なんですけど私のチャンネルって90見てだから何て言うんだろうちょっとでも痩せたりいいとかちょっとでも例えば口がね腫れちゃった今回みたいに口が腫れちゃったとかってなるとすぐにみんな気づいてくれるんですよねすごいありがたいことに。 んかさ何て言うなかこれ全国の男批判してないけどあの「髪型変えた?」とかって言う人いるじゃん全然変えてないキレゲーみたいな感じの時あるじゃんそれと一緒であのね何て言うの女の子同士だからこそ分かることっていうのがあるんですよだから初めて見て女の子が見てえすごいデブじゃんすごい撮ってんじゃんって多分思ってる子がコメントしてきたりすると思うんですけど。 あのね、最大まあ概要へ本当にあの最大値を見たら分かるから最大値よりは痩せたんだなっていう認識でみんな痩せたねっていうコメントをくれてるのでそういう認識で見ていただけた方が私の動画は見やすいかと思われますはいよろしくお願いします血のりは100均の水のりじゃでできないですかえっとですね私動画を出しているんですけれどもうんと100均の血のりで水っぽくできますでその動画は えっと、詳しく出してないのか百均の材料だけで作るっていう血のりは乗っけてるんですけどあの百、ー、均のもともとあるこの血のりがあのー、普通になんていうの使いやすい血のりってことだよね多分これ聞き方的には。う、え、ん、っとね水のりとかを入れたら多分、うん、ちょっとドロドロしたりとかするしあとまあ自分の肌に害がないければいいなと思ってやるのであれば普通ののり。 スティックのりののりをこう混ぜて、ちょっとドロドロにして使っても大丈夫だと思います。で、私がちょっとあの皆さんに推奨しているのは食紅をちょっと入れて濃くして緑の食紅を入れてちょっと濃くして使ってほしいなと思います。それもちょっとね。動画を見たいっていう人は今後うん考えます。けれどもですね。旦那健二郎に似てるでよ,よく言われるんですよ。 これはね本人のもとまたね本人いるもとまたね話し合おうと思ってるんですけどほんとに言われるんですよねなんかなんかあ私はどっちかっていうとアランくんとケンジロウくんの間を混ぜた感じがこうちゃんな感じなんですよ私のイメージ似てるなーって思ってはいたんですけどやっぱりみんなから見ても似てるのねでさでさそうそうそうこれこれ ここにポン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 ってすげえ出したいあのー、このコメント事情があるんですけど「トゥ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 ワイス」イスの「ジヒョちゃんに似てますね」っていうコメントが来てっていうのも一件だけじゃなくてもう相当来てるんですよ。 ほん当に何十件も来てるんですこうやってドドドドドド私入れられないからさあれなんですけどとりあえず手で表現するねこうやってこんだけ来てるのトゥワイス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 来てるんだけどあのねすげえ動ききもかったとりあえずあもうねとりあえずねトゥワイスのジヒョちゃんを調べたんですよ調べたんですけど似てないよね反射するすごい明るい似てるこれはね ちょっと似せてから言いますわでも赤毛になることないんだよなはいということでですねこの皆さんのいろんな疑問に勝手に答える盛り上げの勝手に質問答えてみたコーナーでしたあとはここ編じゃないですかちょっとやり直そう盛り上げでした皆さん勝手に質問答えてみたコーナーまたやりたいと思いますツイッター、インスタのユーパーの ID は横に書いてあります3、チェックしてみてく 編成期早く終われ、バイバーイ、バイバーイ。